我々はローズコションです。あなたがジーニアスさんですか？あなたがジーニアスさんなんですよね？もしもし、ジーニアスさん。ああ、黙れ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 。せっかくもう少しで元素と陽性の共鳴集積原則の公式を完全な形で解くことができたのに。え？はあ、なんというか申し訳ありません。まあこいつちょっと変じゃない？ちょっとどころじゃない、かなり変だ。まあいい。君らが国書を届ける騎士団というのは？はい、私は団長のガンツ。この二人はリドリー・ティンバーレイクだ。俺はジャック、よろしくな。ジーニアス・バイスハイトだ。一言忠告しておくぞ、僕の研究の邪魔だけはするな。ライトエルフの集落、花の都に入れそうだから君らへの協力を承諾したんだ。それでどうするんだ？どうすると言われますと？すぐに花の都に行くのかと聞いてるんだ。ええ、もちろんです。では、歩きながら話そう。君たちと僕とでは時間の重みが違うんだ。一分たりとも時間を無駄にはできん。僕が一分怠ければ人類の発展が半月は遅れてしまうんだ。そういうものでしょうか？そういうものだ。僕は天才だからな。
よっしゃ、ザッセイ、よっしゃ、ヤッザッアッ、よっしゃ、ザッ、よっしゃ。ここが花の都への入り口だ。ここってどこ？見えないのか？ここだ、ここ。この岩の割れ目だ。ここが？嘘だ、こんなところが。天才は嘘などつかん。じゃあお前はどんな入り口だと思ってたんだ？そりゃ花の都ってぐらいだから、もっと派手で綺麗な。もういい、時間の無駄だ。なるほどな。誰一人集落に入れなかったわけだ。それに入り口を見つけられたところで、あの調子だからな。
たち、今日は大事な用があるんだ。またお前か。しつこいぞ。痛い目に遭いたいのか。いい加減にしないと生きて帰れなくなるぞ。怖え、エルフ怖え。おやめなさい、ジャックさん。我々はラジアータ王国から国書を届けに参りました。なんとか長老殿にお目通り願えませんでしょうか。うるさい、帰れ。次に来た時にまだここにいたら、お前らの命はないぞ。団長、いいから入っちゃいましょうよ。よせバカ、そんなことをしたら国書を渡すどころじゃなくなる。本当に殺されるぞ。さっきのあれは脅しじゃない。そうなの？エルフって怖え。やむを得ません、引き返しましょう。なんだよ、結局入れなかったじゃないか。私に言われても。とにかく何とかして中に入る方法を考えなければいけませんね。考えなければと言われても。そうだ、何かいい手でも。ダークエルフの集落へ行こう。彼らに仲介人になってもらう。仲介人？しかし彼らもエルフです。同じように追い返されてしまうのでは。ダークはライトよりずっと話がわかる。僕は長老のノゲーラ殿にも会ったことがある。今までノゲーラ殿に何度も花の都に入れてくれと頼んだが、その度に断られた。だが今度は個人的理由じゃない。国書を渡すという大義もある。ノゲイラ殿もたやすくは断れないはず。ついに花の都に入れる日だ。笑ってるよ。やっぱり変だよね。仕事でなければ関わり合いになりたくないタイプだな。よし、僕についてきたまえ。なぜついてこないんだ。いや、団長が動かないし。騎士団は団長の命令なく勝手に行動することはできない。そうです、私が団長です。命令は私が下します。ジーニアスさん、ダークエルフの集落まで案内してください。なんだと？あんたがこの僕に命令だと？いかに天才さんでも今のあなたは私の指揮下に入っています。従えないのならここでお別れです。よかろう、利害は一致している。結構です、よろしくお願いしますよ。よっしゃ。
よっしゃ。団長、俺さっき初めて団長のことかっこいいと思いました。いやいや、団を任されたものとしては当然のことです。時には強引な態度で団の規律を引き締めるのも団長の大事なお仕事なのですよ。そっか、団長になると大変なんだな。無用な心配だ。お前が団長になれる可能性はゼロだから。
よっしゃ、よっ、せんせん、さあ、せんか、攻撃ですよ。よっしゃ、葉っぱが舞ってますね。とても綺麗なところですね。ダークエルフは自然との共存を求めている種族だな。彼らはよく働き、よく飲んで、よく笑う。そうですか。なんだか羨ましい生活ですね。Thank you.
よっしゃ、せい、よっしゃ、あっ、かっ、よっしゃ。ああ。ここが緑神教の入り口だ。門番と話をつけてくる。やあミカエル。ああジーニアス、また来たんだ。花の都のことなら何度頼んでも無駄だと思うよ。今度ばかりはチャンスありだ。ノゲイラ殿もきっと拒めない。ふん、ま、頑張ってみなよ。なんか子供の頃に作った秘密基地みたいだ。秘密基地？リドリーは作らなかった？私はそんなくだらないことはしていない。剣技に武術に礼儀作法、将来立派な騎士となるために役立つことを学んでいた。でもなんかそれって寂しくない？余計なお世話だ。勝負してみるかい？
そう。
れ。
ここだ。ジーニアス、何度言ったらわかる。花の都に入れてやることはできない。今日は個人的な要件ではありません。この者たちのことでお願いがあります。彼らはある重要な使命を持っています。しかしそれを果たすには花の都を訪問しなければなりません。ノゲイラ殿、話だけでも聞いてください。よかろう。ただし手短に。ありがとうございます。ほら早く話せ。あ、はいはい。はじめまして。私、挨拶はいい。要点を話せ。要点を。あ、はいはい。要点ですね。要はこれです。それは何だ。ラジアタ国王がライトエルフの長老ザイン殿に宛てた国書です。人間の王が弟。弟ですって。ノゲイラ殿はザイン殿の実の兄なんだ。なるほど。ですから要望がライトエルフに近いのですね。というよりノゲイラ殿はライトエルフなんだ。まあそんなことはいい。で、国書とやらはどのような内容なのか。我が国王は共存を望んでおります。交易をなすことで互いの国が潤い、より豊かな暮らしができるようにと切に願っているのです。ふっ、交易か。弟は耳を傾けることさえしないな。ザイン殿はそんなにも人間を嫌っているのですか。嫌う理由はある。歴史を紐解けばいくらでもな。いや、一応使いの者を送ってみよう。え？おそらくは追い返されるだろう。だが万が一ということもある。人間の繁栄はとどまるところを知らない。交易の要求はいつか必ずやってくる。その役目を担った弟がどのような対応をするか見てみたい。ありがとうございます。ついに花の都へ。半日もすれば使いも戻るだろう。しばらくしたら広間に来い。いい加減に。
Thank you.
どうしたんだ？オークだ。赤いやつが2匹。なんだって？ライトエルフが、ハップが捕まって。赤いオークだ。はい、ハップさんという方が捕まっているようです。国書受け取りのために弟がよこしたもの。赤いオークという奴らは危険な連中だ。他の者の命を奪うことしか頭にない。何とかしないと、ハップが殴り殺しにされてしまう。こうしてはいられません。皆さん、行きますよ。団長、まさかブラッドオークとやり合うつもりですか？捕まっているライトエルフさんを見殺しにはできません。さすが団長、そう来なくっちゃ。ハイヤーさん、場所は？ゼムシの谷のあたり。私が案内する。よーし、とうとうオークと戦う日がやってきた。お前、オークがどれだけ強いか知ってて言ってるのか？もちろんさ、相手は強い方が俺の見せ場もあるってもんだろ。あのな、こいつの言うことは気にしないことだ。アホが映るぞ。それでは皆さん、行きますよ。ブラッドオークってめちゃくちゃ強そうだ。
あんな奴と戦ったら俺めちゃくちゃ強くなっちゃうな。まったくこのバカは。いや、意外と勇気にあふれた生まれながらの戦士なのかも。買いかぶりすぎだと思うぞ。妙ですね。何がでしょう。ブラッドウォークの生息地域は南です。そういえばこんなところに現れるなんて。まずい、レナード助けに出ますよ。合点承知。レナード、こんな時に何を寝てるんです。作るわけにはいかない。少し時間を稼いでくれ。そうすればこの場は私が何とかする。全然ない。顔が真っ白だ。動かしてはいけません。団長どうですか。リドリ大丈夫ですよね。そんなリドリ死ぬんですか。このままではおそらく。団長何とかしてください。ブラッドオークがこんなところに。大変なこと。この状況は非常にまずい。一刻も早くジャスミン様にご報告しなければ。クソ、俺が調子に乗らなきゃ。リドリー、クロス
どもなんだお前。ノワール・シュベールのクロス団長です。任務の軌道、多くの鳴り声を聞いて駆けつけた。その娘も危険な状態のようだ。エルフが何のように。とっととお前らの集落へ帰るがいい。貴様、イドリーに触るな。クロス殿、ノゲイラ殿は我々を助けてくれたのですよ。そうだ、お前は引っ込んだろ。確かにこのままではこの娘は助からない。そんな。だが助ける手がないわけではない。果たしてうまくいくものなのか私にも分からない。だが今は他に手立てがない。二人を生かすには玉継ぎの儀式しかない。エルフが人間に玉継ぎの儀式を。玉継ぎの儀式。貴様らの怪しげな儀式など信用できるか。イドリーは人間の手で治療する。それでは間に合わん。もうすぐ娘の心臓は止まる。そのなんとかって儀式をやったらリドリーは助かるのか。わからんな。だがいずれにせよこのままではハップも娘も助からん。どうする。ノゲイラ殿、お願いいたします。リドリーさんを助けてください。よせガンツ殿、この件は上に報告するぞ。ごちゃごちゃうるせえ、黙ってろ。静かにしろ。始めるぞ。殿、大丈夫だ。少し疲れただけだ。団長、リドリーの方が赤く。まだ安心はできない。早く城に連れて帰る。その娘には休息が必要だ。私は花の都に行く。ハップの肉体の消滅を弟に伝えなければ。急ぎましょう。はい。待て、私が連れて行く。余計なお世話だ。リドリーは俺が運ぶ。私はノワール・シュベールの団長、クロスワードだ。だからなんだ。それにリドリーは私の。うるさい。俺とリドリーは同じ団の仲間だ。騎士団憲章に書いてあったんだ。同じ団に属する者は家族ってな。ガンツ殿、彼は目上の者に対する礼儀というものを知りません。はあ、申し訳ありません。なぜだ。なぜわしのリドリーがこんなことに。申し訳ありません。ブラッドオークが。
申し訳ありませんで済むか。よくもわしの大事なリドリーを。ジャスネ様、とにかくリドリーを。そうだった、クロス、リドリーを医務室へ。リドリー、平気ですかね。大丈夫、必ず良くなります。ジーニアスさん、どうかなされましたか。いや、あのクロスとかいうやつ、なんで風虫の谷なんかにいたんだ。任務の帰りとおっしゃってましたが。ま、僕には関係ないことだ。それでは失礼する。お世話になりました。結局花の都には入れなかったが、玉継ぎの儀式を見ることができたのは僕の研究にとって大きな成果だ。そうですか。まあとにかくリドリーさんが助かって何よりでした。そうそう、ジーニアスさんの報酬はバレスの方に預けてあるはずです。そうか、わかった。それじゃ、私はラークス様に報告してきます。ジャックさんは休んでください。休めって言われても休めそうにありません。それでも休まなければいけません。それでは。リドリー、大丈夫？